今回は7月に来そうなガチャ見ていきます。1つ目 5.5 周年記念。昨年は7月初旬に周年記念が開始、オリンの復刻から始まりました。流れ的に行くと白ひげですが、バウンティーカラーでキドロが登場したことから、個人的にはキドロ復刻の可能性の方が高いと思ってますね。また何といっても7月末には新調フェス来る傾向あるので、ダイヤはできる限り貯めたいところです。2つ目リリース2000日記念。工場星4キャラを大量獲得できるガチャが日数的に今月来そう。2000日という節目、いつもと違う豪華なガチャ期待しています。ただ8月にもっといいガチャ来るかも。3つ目 1.5 億ダウンロード記念。先月は来ませんでしたが、伸びるスピード的に達成してると思うので、今月来るのではないのかなと。ここでキドロ来るかもしれませんね。昨年はいろいろいいガチャ来ていましたし、楽しみですね。以上、今回は新キャラ関連知っておくと良さそうなこと見ていきます。1つ目回避遅延。ジャブラのスキル1は回避遅延効果がついています。そこからスキルに打てばかなりダメージ入るのでおすすめですね。あとシールドは防御力が高いほど割れにくくなるので、メダルは防御に振るのをおすすめします。2つ目敵虫ダッシュ。ブルーノは味方がいない時敵虫ダッシュ可能です。基本握ればもぎ取ってくれるので、ブルーノが味方にいる場合1人にしてあげるといいかも。逆に敵にブルーノがいる時はエリア内に入らない方がいいです。3つ目引くべきか。今回のガチャは昨年のアルベル並みの量ガチャだと思っていて、現環境において2人ともトップ10に余裕で入ります。そのため引いていいと言いたいんですが、 5.5 周年前であるため難しいところ。夏に2体超フェス来るとして、環境が変わる可能性高いんで、2人の長所が活かせなくなる場面も増えるかもしれません。それを考慮した上で判断していただけたらなと思います。以上。ははは、ブルーのフェルナンデスの間違いなんじゃないか。え、マジで。今回はジャブラブルーの登場時に出た考察見ていきます。内容としてはキャラ紹介動画がいつもとは違い5時5分に出たことから、 5.5 周年超フェスは CP9 つながりのキャラが来るのではないかというもの。これまで打ち入り3時の告知が3時に発表されたり、ルフィの背番号の時間にエッグヘッドルフィ発表されたりと、結構運営さんも遊び心満載なので可能性は高そう。まあこの考察なくてもルッチ説は高そうですが、また NS ロビーの2の文字が強調されていたため、ギアセカンドルフィ説も出てましたね。ただこれは運営さんのミスということで、エッグヘッドルフィー来ましたし、今回はなさそうです。仮にルッチが超フェスとなると2体目が気になるところ。関連性あるキャラが大体来ますからね。個人的には1体フェス限ルッチで、超フェスはまた別のキャラになるんじゃないかって考えているんですが、どうなんでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。以上、今回はロジャスネ環境におけるカラス見ていきます。カラスの強みは割合ダメージ、通常攻撃長押し時の障害物貫通攻撃や最大20匹のカラスを当てるスキル1など割合ダメージが強力。特にスキル1は4回ダメージを与えた際の割合ダメージ 10%。 そして攻撃デバフの特性と相性が良く、現環境いるロジャーやスネーク含む多くのキャラに刺さります。通常攻撃との組み合わせが強力ですね。もう一つのスキルは吹っ飛ばしスキルで、移動速度が増加します。スキルも現環環境比較的発動しやすく、敵を倒せる優秀ゲッターなんですが、ダッシュ性能が物足りなかったり、耐久性が結局しんどかったりはします。ただ尖った性能していて、現環境普通に強いゲッターなのは間違いないですね。今年織姫、1年ぶりの彦星様、楽しみだな。誰よこれ。今回はロジャスネーク環境における桃の隙見ていきます。桃の強みはお宝ダッシュ付加状態。通常攻撃3発目が 50% の確率で10秒間。一番遠い旗に移動し攻撃するスキル1は 100% の確率で25秒間お宝ダッシュ付加状態を付与します。ブルーノは止められませんが、対ロジャーに一応刺さる。キザルメダルつける必要はありますが、旗を握れなく刺せるのはいいですよね。また体力依存でゲージ超過かつ回復量増加。火ダメ 50% 減少かつよろけ吹っ飛ばし無効がつくんですが、回復特性と非常に相性が良く、刺さる敵には刺さりますね。スキルにはダメか 70% 発動しながら耐久できます。本当に刺さる敵には刺さるキャラなんですが、遠い旗移動はスネークが、お宝ダッシュ付加は戦闘丸がと上位互換が存在しているのが辛すぎる。ダメか特性もカムサリで雑に潰されますし、状態上も普通に入るので、まあしんどいですね。かっこいいけどしんどすぎるってのが現状の評価です。あれ、なんかこの特性見覚えが。ちょっとトキさん、トキ。今回はロジャスネ環境におけるノーランド見ていきます。ノーランドの強みは割合ダメージ、ダッシュ中の敵のところに瞬間移動できるスキル1や、通常攻撃3発目で吹っ飛ばした際 15%、 スキルにを当てた際 40% の割合ダメージを与え吹っ飛ばします。ロジャー含め現環境を刺さるキャラは多く、特にスキルには回復無効も付与できるので、白ゾロなんかにも刺さりますね。また体力多い時はゲージ超過にゲージ回復量増加、自陣内にいる時よろけ状態上無効、防御力依存の耐久力とライバルが別格
くすぎますが、ディフェンダーとしての能力は玄関強も高い方です。割合ダメージ対策あるのも偉いんですよね。普通に玄関強でも輝くすべ持ついいディフェンダーなんですが、吹っ飛ばしに弱かったり敵虫ゲージ回復なく安定性が欠けているのと、高頻度で打てるスキル位置もセラフィム登場により需要は低下しているので、強いけど他にもっと強いキャラがいるっていう感じで、新キャラ出て昔よりしんどい場面は増えたのかなって思います。少し前までは環境キャラでした。嘘じゃないもん。今回はセラフィムロジャ環境におけるキドロ見ていきます。キドロの強みは KO 性能、キッドのスキル位置は防御力無視、ローのスキルにはダメゲン無視と、基本どのキャラも倒せる術を持っていて、回避遅延特性と組み合わせると玄関強もゲッターながら敵を倒せます。特にローは回復無効を付与できるのが優秀で、ゾロやロジャーなど刺さる敵が多い。耐久面に関しても防御力増加基盤のためスネークはかなり辛いですが、数が少し減ったこともあり思ってる以上に耐久してくれますね。回復特性も比較的満たしやすくて優秀、交代性能を利用して基本どのキャラも倒せる、相手次第では敵虫ダッシュ等を利用して旗を取ることもできるというまだまだ優秀ゲッターなんですが、対スネークの相性が結局悪かったり、状態上無効条件を満たしにくくなっていたりと、他のゲッターに比べると気になる点は増えたのかなと。結局ゲッターは旗を取る能力が一番大切なので、相対的に順位を落としたっていう感じですかね。かっこいい PV ついてるけど、シャンクスに対しては耐久力よりますからね。日曜日覚悟しておけ。今回は知っておくと良さそうなアタッカー立ち回り見ていきます。1つ目、安易に KO しない。例えば3対2で勝っていて敵がセラフィムしかいない時でも、とりあえず KO する方がいますが、同時に凶悪ゲッターたちを解放することにもつながる可能性あるので、状況に応じてはあえて倒さない考えを持っておくといいかも。2つ目、劣勢時。劣勢時ジャブラなどセラフィムを倒せるアタッカーが旗を必死に守るという光景を見かけます。もちろんそれが大切な場面もありますが、ゲッター目線セラフィムを倒してくれるとかなりやりやすくなるので、後ろはディフェンダーに任せて攻めるのもありです。3つ目、リスポーン。ゲッター先出しでやられた際、即アタッカーを出すことがありますが、状況次第ではリスポーン待ちしてゲッターをもう一度出すのがいいことも。現環境やっぱりアタッカー自体辛いんでね、まあ人それぞれだとは思いますけれども、ぜひご参考に。今回はセラフィムロジャ環境におけるシャンクス見ていきます。シャンクスの強みは赤髪の覇気状態、ジャスト回避時やスキルに発動時自身に付与可能、効果はたくさんありますが、現環境は特に最大体力減少とターゲット無効が強力、攻撃力が増加している状態でダメゲン無視のスキル位置を当てれば最強ゲッターたちを高確率で瀕死にまで持っていけます。特にブルーの倒すの簡単ですね。お手軽吹っ飛ばし持ちで大抵の敵は倒せるシャンですが、スネークがやはり辛く、覇気解除やスキル打てば攻撃力増加解除されるので、なかなか仕事をさせてくれない。現環境スネークを倒せるかどうかもアタッカー目線非常に大切な要素なので、このキャラがいる状態ではなかなか難しい面が多いのかなと。倒せんことはないんですけれども、守りもそこまで安定してないんでね、まあちょっと難しいかなって感じです。カムザリカムザリカムザリ歌ノックしろよ。今回は半年が経過したバウンティフェスゲンキャラ見ていきます。1月から7月初旬までに登場したフェスゲンは、オデン・レイリー・カルガラ・ノーランド・セントーマル・パシフィスタ・ルフィ・ゾロ・ホークにジャブラ・ブルーノということで、こうしてみると前半に登場したキャラたちがかなりきつくなってますよね。原因としてはディフェンダー・アタッカーのガチャの組み合わせが多かった点と、6月超フェス枠のスネークが想像以上に強かったことが挙げられます。5月以降のキャラたちはゲッターが多いということもあり、年内まで環境に続ける可能性は全然ありますが、この夏2体超フェスが来る可能性あること考えると結構不安。アニワンもかなり盛り上がっており、どのキャラがどの形で来るかわからないバウンティ、いろいろ不安もあるものの楽しみです。お茶でもどうですか。今回はセラフィムロジャ環境におけるアルベル見ていきます。アルベルの強みは3回無敵、ジャスト回避成功時3回無敵がつきます。多段攻撃比較的減った現環境においてこの特性はやはり強く、回避短縮もあり優位に戦っていけますね。攻撃面に関して言うと、パラメーター増加中の敵に攻撃した際20秒間攻撃力 20% 増加、防御力増加中の敵に対しよだめ 50% 増加と、特にヒドロ2かジャブラなどに強く、防御力無視のスキル位置当てればワンパンも狙えますね。吹っ飛ばし持ちで逆に吹っ飛ばされると恩恵得られる、ロジャーやセラフィムなども一応は倒せはしますが、結局セラフィムに対して強く出れるわけではないですし、対ロジャーやブルーノも握られていると取られる可能性も全然あるので、強いけど旗取られる可能性あるという意味で辛いっていう感じですかね。まあでも普通に強いキャラではあります。夏をどうやって乗り切れば。アルベル君
新しいマスクだ。今回は8月初旬に来る可能性あるコスパ神ガチャ見ていきます。内容としてはダイヤ10個で昔の工場星4キャラが11体確定というもので、2022年は8月4日、2023年は8月3日に登場しました。いや昔の工場キャラなんて使えないじゃんと思う方がいるかもしれませんが、サポートで輝くんですよね。過去の工場キャラには麦わらの一味や最悪の世代ゾーン系持ちとサポート優秀なキャラが非常に多く、このガチャを引くと組みたい編成も結構組めるようになります。で本日登場した星音大量入手ガチャ、こちらは比較的最近に登場した工場キャラが入手でき悪いガチャではないんですけれども、これらのキャラはどのガチャでも出ますし、サポートも強いキャラはいますが、そこまでのキャラの方が多いので、今回はスルーして神ガチャの方を待っておくべきですね。まあ、今年もその神ガチャが来るかはまだわからないんですけれども、どちらにせよダイヤを貯めておく方がいいのかなって思います。随分先を見てやがる。今回は7月22日にアップデが決定したということで、昨年の夏アップデはどんなものだったのか振り返ります。新キャラ告知はないのでご注意を。1つ目、ブーストラッシュ。課金要素の一つで特訓所で獲得できるかけら数が多くなるというもの。2週間で22個ほど差が生じるものとなっており、全体的には高評価でしたね。2つ目、プロフィール画面。キャラを3体表示できたり、メダルや称号を追加できたりと、その人の色が出るいいものとなりました。3つ目、メダル一括強化。これが一番評価されていた気がします。昔は1回ずつやらないとダメでしたからね。4つ目、チャレバトの仲間と出撃。まあ友人がいないことに改めて気づきました。で5つ目、ガチャや交換所が見やすくなるといったもの。他にも色々ありますが、昨年の夏のアップデを振り返ると結構大きなものであったことがわかります。まして今回わざわざタナピーが紹介するということで、かなり期待できますよね。皆さんはどんなアップデが来てほしいでしょうか。以上、俺は超フェス2357711。今回は前回の動画にて多かったアップデ内容の要望を見ていきます。そこまで期待しない方がいいと思いますが、期待しちゃいますよね。1つ目、ガチャ演出。現在のガチャは逆転演出というものがほとんどなく、少し味気ないものとなっている。2周年以降演出変わっていないので、そろそろ変更してもいいのではという意見ですね。個人的にはそれ以外にも11連引いたら昔の工場キャラ1体確定とかあってもいい気がしています。2つ目、交換所のお気に入り設定。毎日下にスクロールして交換するのがめんどくさい。お気に入り機能みたいなものを追加し、時間短縮につなげたいという考えですね。確かに。3つ目、サポート編成枠の追加。足りないですもんね、ほんと。4つ目、工場リーグ。実現はなかなか難しい気もしますが、あるといいですよね。あとはスコア見た後のグッド機能や修正とかの話が多かったっていう印象です。今夜8時に情報公開したいしますよ。チラ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 。今回はセラフィムロジャ環境におけるエリザベロー2世見ていきます。2世の強みはキングパンチ。威力最強のダメージ減少無視スキルで、復活特性や生き残る特性を無効化できます。現環境もこのスキルは非常に優秀で、当たれば基本ワンパン狙えますね。ただクールタイムが1時間と非常に長く、よろけ無効や回復できるスキル1を使ったり、通常攻撃を用いて短縮していくことになります。意外とスキル1の防御力増加が現環境優秀なんですよね。またキングパンチ以外にも、通常攻撃の 50% よだめ増加や、味方と同じ旗内にいる時状態異常無効と、キングパンチ以外にもなかなかに面白い特性を持っています。刺されば強いこの男ですが、 KO するまでに時間がかかる可能性高かったりしますし、キングパンチ外すリスクもあるので、結局のところはロマンキャラなのかなと。ただ工場キャラの中ではかなり強い部類ですね。今回はスネークロジャ環境におけるキング見ていきます。キングの強みは3回無敵。ダッシュ中3回無敵がつきます。多段攻撃は少し増えましたが、それでもやはりこの特性は強力。よろけ無効特性など利用して敵を押し出し、握ると現環境も1を取ってくれます。またスキルも比較的優秀で、スキル1は最大体力 10%×5 発の割合ダメージで、多くの環境キャラに刺さる。スキル2は状態上に弱いもののアタッカーを倒しやすかったりと、使いやすいスキルですね。8解除もあって普通に強いゲッターではあるんですが、状態上に弱く、新人争いに参加できないのが辛かったり、自陣旗にいるスネークから旗を取ることがかなりしんどいなど、きつくなった面は前より多いのかなと。スネークの数次第で活躍度がかなり変わってくるゲッターかなって思いますね。暑いところはやだ、暑いところはやだ。ヒルバスタステイ。今回はロジャスネ環境におけるベラミー見ていきます。ベラミーの強みは機動力。スキル1が移動スキルとなっており、ヒルジャブや魚人島などショートカット可能のステージで輝きます。スキル2が押し出しプラス吹っ飛ばしとなっているので、敵がいてもその後旗を取ることが一応可能です。スキル1の短縮条件が結構優秀なので、ぴょんぴょん飛べますね。またスキル2を当てた際に防御力増加、体力 50% 以下の時状態上無効と、工場ではありますが非常に優秀な特性を持っています。
。ダッシュ速度も最大 70% 増加になるとかなり優秀ですよね。敵は倒せないもののステージによっては現環境も厄介なゲッターなんですが、スネークに防御力増加を解除されたり、旗ダッシュ特性自体はよろけ無効くらいなので総合的には厳しいのかなと。ただ工場キャラの中ではトップクラスだなっていう風に思ってますね。俺は忙しいんだ。俺と結婚しろ。ちょっともう今回は知っておくと良さそうなディフェンダーの立ち回り見ていきます。一つ目、ディフェンダーの仕事。たまにディフェンダーで攻める方がいらっしゃいますが、攻めは基本プロの職人たちに任せ、ゲージマックス旗をたくさん作る、裏取りの警戒をする、これらの仕事をまず遂行するのが非常に大切なのかなと思います。もちろん攻めることはあるんですが、考えなしに攻めるのはあんまりおすすめしないって感じですかね。二つ目、優先旗。現環境は状況に結構左右されますが、基本的に C 陣が一番優先度高く、 B 陣 A 陣と続きます。複数の旗が握られている場合、誰が握っているか、どの旗が握られているか、いろいろ考えて動くと勝率も変わってくるのかなと。3つ目、リスポーン。負けている際ディフェンダーを出す方がいらっしゃいますが、ニカならまだしも純粋なディフェンダーが旗を取ることは現環境至難の技です。あえてリスポーンを待って再度ゲッターを出すことを頭に入れるといいかもしれません。まあなかなか難しいと思いますけれども、ぜひご参考に。今回はロジャスネ環境における若ドフィー見ていきます。ドフィーの強みはシールドスキル。スキルに発動時シールドを展開します。現環境も障害物貫通攻撃キャラはいますが、昔に比べ少し減った。シールドを生かした戦い方が昔よりできるようになりましたね。また体力 50% 以下になると状態異常無効に通常攻撃の魚ダメ 100% 増加がつくのが優秀で、ロジャーやスネークに対して結構火力出ます。他にも通常攻撃が多段かつ遠距離のため、対セラフィムやブルーノにおいて刺さっていたり、クリティカル率増加で火力が押し上げできたりと、昔のフェスゲンとは思えないほど優秀なアタッカーなんですが、耐久面そこまでなかったり、シールドないとかなりきつかったり、体力 50% 切らないと妨害が難しかったりするので、結局のところアタッカーとして難しい面は多いのかなと。ただメダルである程度補えますし、シールド持ちという他のアタッカーは持っていないものを持ってるっていうところは評価でき、輝く部分はあるのかなっていう感じですかね。ドビーさんかっけーっす。ああさよなら。今回はロジャスネ環境におけるガンフォール見ていきます。ガンフォールの強みはスキル2、カウンタースキルとなっており、与えたダメージの 100% 分最大体力を減少できます。現環境もこの特性は非常に強力で、特に白ゾロとかに刺さりますね。クールタイム短縮も優秀です。スキル1は高回転で発動できる吹っ飛ばしで、自陣内の敵を吹っ飛ばすとスキル遅延や敵の攻撃力を減少できたりと戦いやすくなります。体力 50% 以下の時、ダメ化 50% やダウン時 15% 回復と耐久性も結構優秀で、スキルを使って敵を吹っ飛ばし時間を稼ぐことができるというなかなかに優秀なディフェンダーなんですが、吹っ飛ばない敵がしんどすぎたり、現環境自陣内一人という条件が正直発動しづらい。他にも対防御力高いキャラにダメージ入らなかったりと、工場で考えると非常に優秀なんですが、全ディフェンダー基準で考えるとしんどいところは多いっていう感じですかね。ベリーエレガントなデートをします。今回はセラフィムロジャ環境におけるフーズフー見ていきます。フーの強みはスキル2、ダメージ減少無視で発動中状態上無効がつくいいスキルで、ダメージを与える際にも優秀なんですが、発動時自身に防御力増加がつくのが優秀。フーは半端な攻撃は回復し、スキルに短縮できる特性あるので、防御力無視攻撃少なくなった現環境では発動しやすく、いい循環が生まれます。またスキル1も優秀で、障害物貫通の多段攻撃となっています。通常攻撃1段目も一応貫通ですね。耐久性高く面白いアタッカーではありますが、特性が対麦わらの一味に偏りすぎている、かつ別のキャラでいい問題はあるので、現アタッカーとしては厳しいのかなと。試合中潰れる可能性高い特性が多いんですよね。スネロじゃ倒せんことはないんですが、まあ全体的にはしんどい部分の方が多いっていう感じですかね。あごえ中に見るアニメは A の赤髪。今回は7月29日8時から生放送ということで、新調フェス予想していきます。予想といっても結論としては、匂わせ的にもまあほぼ確でルッチですよね。バギーやらクロセツなんかもコメント欄でありましたが、十中八九ルッチでしょう。ルッチといえばスキルを使ってアタッカーながらゲッターのように動けたわけですが、最近のバウンティーを考えると、通常攻撃長押しとかで役職変化ができそうですよね。属性役職的には緑アタッカーが来ると現環境良さそうですが、皆さんのご意見もお待ちしております。あとは今回発表されるキャラが何であれ、この後シャンや黒ひげ、ガープなど超フェス候補がこの夏結構控えている。超フェス3大節もあるくらい暑いので、ダイヤの使いどころには気をつけたいところです。環境が大きく変わりそうな予感。とにもかくにも今日の生放送楽しみです。傷を一つ
増やしてもらえる。バウンティーラッシュルッチ。ルッチの強みは主に3つ。1つ目、役職変化。通常攻撃を長押しするだけでゲッターアタッカーへと役職変化できます。ゲッター時はミニマップに表示されなくなったり、スキル1で自分の好きなところに瞬間移動できたりと機動力が非常に優秀。アタッカー時は防御力無視通常攻撃や防御力無視の2つのスキルと KO 性能が非常に高いです。敵無視ダッシュない分敵を倒しやすいという感じですね。両形態ともにダッシュ速度増加やダッシュ中よろけダウン吹っ飛ばし無効がついていますが、基本はゲッターで裏取り、敵いればアタッカーということが多いですかね。2つ目、対状態異常。状態異常 80% 短縮に防御力 50% 増加がつきます。現環境キャラにかなり刺さりますね。3つ目、爪痕状態。通常攻撃やアタッカー時のスキル1で付与可能。割合ダメージ与えたり長押し通常やスキルを封印するという素晴らしい状態異常ですね。弱点としては状態異常付与しないキャラの攻撃。現環境キャラに刺さるが耐久は穴がある。非常にいいキャラですね。凱旋戦。バウンティーラッシュ核。核の強みはゲージ溜め性能。敵虫ゲージ回復はできないもののゲージ超過可能、かつ肩ゲージを溜める速度が全キャラ中最速。体力依存なのは辛いですが、吹っ飛ばし時の回復などで結構条件満たせます。ゲージ 120% 以上の時のよだめ増加やスキル短縮速度 100% 増加、ゲージ 80% 以上の時のよろけ吹っ飛ばし無効、そしてダメージカットを使いつつスキル1で守っていくっていう感じですね。スキルもどちらも優秀で、スキル1は数秒間ダメか 50% 発動しながら敵を吹っ飛ばしまくる。減少した分の 200% 分ダメージを返します。スキルには防御力無視で麦わらの一味に対してダメージが増加します。ロジャーから旗を守れるいいディフェンダーではありますが、ダメか無視攻撃や回復無効、そして爪痕状態がかなり辛い。機動力もないので強いし輝く部分はあるんですが、難しい面もそれなりにあるって感じですね。おい相棒、今回は新キャラ関連の質問見ていきます。1つ目、逆三角形。通常攻撃ボタンやスキルの横にある逆三角マークがなんぞやというコメントが多かったんですが、これは長押しできますよという目印ですね。ルッチの場合通常攻撃長押しで役職変化、ロジャーの場合はカムサリなど。これがついている場合、ルッチに爪痕状態を付与されると発動できなくなるのでご注意を。2つ目、ルッチの耐久性。アタッカールッチはダメか 50% ありますが、ゲッタールッチはほぼダメかありません。ただ状態上付与してしまうと防御力が増加し一気に硬くなるので、安易につけない方がいいかもしれません。3つ目、引くべきか。例年8月に新調フェスが一体来ている点、ガチャ期間が長い点から現状引くことはお勧めできません。もちろん当てれば勝ちですが、迷っている方はダイヤの消費は避けたいところですね。以上。これで親友と同じようになった。